さん、皆様お帰りなさいませ。それでは標高2156メートル、終点西穂高口駅を後にいたしまして、再び鍋平高原へと下ってまいります。約7分間のご乗車でございます。先頭を通過する際、今からの揺れますのでご注意くださいませ。Thank you.
で、この辺りの施設のご案内をいたします。まもなく到着でございます。白川在来駅正面ビジターセンター山岳館では、客室の面による端末映像の放映やアームキーモーター指定などがございます。白川在来駅2階フロアにはアルプスのパン屋さんがございます。アルプスのパン屋さんでは、当店で焼き上げたパンや高原牛乳、各種飲み物もございます。どうぞお立ち寄りくださいませ。次の第1ロープウェイ定期発車時刻は15時30分でございます。第1ロープウェイをご利用のお客様は、この駅を外に出られまして右手側へとお進みくださいませ。本日は新穂高ロープウェイをご利用いただき誠にありがとうございました。お帰りのお客様は、どなた様もくれぐれも気をつけてお帰りくださいませ。こんがらないお忘れ物などございませんよう、ご注意くださいませ。まもなく扉が開きます。扉付近のお客様、ご注意くださいませ。